はい、皆さんこんにちは。犬ぷんチャンネル犬ぷんです。今回の動画なんですが、先日犬ぷんが購入してきました鬼滅の刃のスケールフィギュアのご紹介と、あとはちょっと犬ぷんのね、ちょっと考えをちょっと皆さんにね、ちょっとお話しさせていただければなと思います。で、ご紹介の前にマイクの調子があんまりちょっと良くなかったので、ちょっと聞きづらい点があるかと思うんですけども、ちょっとその点ご了承いただければなと思います。早速、じゃあフィギュアの紹介になりますけれども、今回購入してきましたのがバンダイさんから発売されておりますフィギュアアーツゼロ鬼滅の刃煉獄杏寿郎縁柱というフィギュアになります。で、概要に関しましては、発売日が2022年2月19日、価格が税込みで8250円、全高150ミリのフィギュアとなっております。商品の、ね、内容に関しましては、概要欄にも貼らせていただきますので、後ほどご覧いただければなと思います。それで、犬くんが今回購入させていただいたこの経緯なんですけども、ちょっと前からバンダイさんが運営されている秋葉原にあるタマセネーションズっていうフィギュアの展示スペースがありまして、そこでまあ何度かねこのフィギュアを見ていいなと思っていて、で実際に販売開始後も店頭に並んでるのを見て結構悩んでました。で、悩んでたっていうのが、まあここ最近ね、その一番くじの新しいフィギュアの情報だったりとか、その他にもこういったスケールフィギュアの新しい情報とかが、鬼滅の刃に限らず他も結構いろいろ情報発信されてきていて、ちょっと、まあ、どれを優先的に買うかなっていうふうにいろいろ迷ってまして、でその中でちょっと煉獄さんのこのフィギュアっていうのをちょっと保留にはしてたんですね。そんな中、エンタメ系の YouTuber さんであるウーチャンネルのうたこさんが、このフィギュアが結構お得な価格で売られてるっていう動画を発信されてまして、それを見て犬くん急いでその販売されている店舗さんに向かいました。で、販売されていて購入したのがこちらになります。もう破格の値段ですよね。冒頭にもね、まあ、メーカー希望小売価格のご案内したと思うんですけども、もうそれから考えるともう半額近い価格なんですね。で、これ中古じゃなくて新品で販売されてたものです。で、もう発売からそんなに経ってない状況でこの価格なので、もう本当にお得だなと思って犬ぷん即買いしちゃいました。それで、ね、犬ぷんね、まあ、冒頭のね動画にもあるように、朝一でこの販売されている店舗さんの方に向かったんですね。で、そしたら、まあ、店舗の方にはそこそこの数が並んでまして、実際レジ持ってったら、まあ、新しいものを裏から出してきてくれました。なんかそこそこ指令をしているようでして、まだ在庫は結構あるというふうにおっしゃってたんで、ちょっと本日時点でまだ残ってるかどうかっていうのはちょっと分からないんですけども、まあ、気になった方はね、お店の情報を概要欄に貼っておきます。で、まあ、まあお店の方に問い合わせていただくとかで、まあ、近い方はね実際行ってみて出るかどうかちょっと確認していただいて、もしご興味あったりとか狙ってたよっていう方はですね、ぜひゲットしていただければなと思います。で、今回ね犬くん伝えたかったことが一つありまして、別の動画でね、また別鬼滅の刃の宇髄天元さんのフィギュアに関してもちょっと取り上げたいなと思ってるんですけども、一番くじあるじゃないですか。で、一番くじって毎回その鬼滅の刃ってそこそこのフィギュアをラインナップに入れてくるんですけども、フィギュア狙いの方って一番くじした時に5回とか10回とか多分引かれる方多いと思うんですね。で、実際その数引いてフィギュア1個も当たらなかったりとかっていうところもあると思うんですけど、まあ犬くんも過去にもねそういうことはあって、いわゆるまあ爆死ですよね。
結構残念な思いをすることも思うんですけども、一番くじってだいたい680円とか700円とか750円とか高くて800円とかだったりとかすると思うんですよ。で、まあ、それをまあ5回とか10回とかすると3000円とか4000円とか8000円近くなったりとかすると思います。今回ご紹介したフィギュアは、まあ、本当に超特価で販売されてたんで、多分この新発売間もない状態でこの価格でってそうそうまあないと思うんですよ。でましてやその鬼滅の刃の、フィギュアで一時の加熱ブームよりはその何でしょうね、価格の相場とかっていうのは落ち着いてきたかなっていう感はあるものの、まだ、まあ、根強い人気はあるなっていう商品ではある中で、ちょっとこの価格でね手に入れることができるっていうことを考えると、一番くじ、まあ、1個あたり700円と仮にしましょう。そうすると今回4800円だったんで、約7回分の一番くじを引いた金額で、まあ、確実にフィギュアがゲットできるってことになるんで、めちゃくちゃお得だと思いません？もう爆死せずに、しかも結構いいクオリティのフィギュアが手に入るということになります。ということで、皆さんこの動画を通じて何を言いたいかと言いますと、フィギュアのね興味ある方とか、まあ、コレクターさんもそうなんですけども、ついつい、まあ、気持ちの高ぶりといいますか、こういうフィギュアの情報出ますと一番くじだったりするとたくさん買っちゃったりだとか、発売日以降とかですとフリマサイトとかで高く、ね、買っちゃったりとかっていうのはあるかなとは思います。私ももう過去にありました。それでね、最近は各メーカーさんからねこういった形でまあ、お手頃価格のスケールフィギュアとかっていうのもどんどん出てきております。まあ、一番くじが悪いってわけではないですし、あとプライズフィギュアも悪いってわけではないんですけども、お金をこう投じてね、ゲットできなかったっていう泣き寝入りするよりは、いろんな SNS の情報だったりとか、店舗さんのね、から発信されるね、情報とか調べていただいて、確実にね、ゲットできる方法っていうのをね、一つの手段としてね、考えていただければなと思います。で、ここからは、犬くんの個人的な、まあ、考察というか、そうですか、まあ、考え方っていうか、過去の、流れを見ての、お話になるんで、一概にそうだよとは言い切れないので、まあ、ご注意いただきたいんですけれども、フィギュアってアニメがまあ人気が出始めて、まあ、それが長引くは長引くほどメーカーさんがやっぱり注目してもうようやく出してくるっていう形、アニメの人気度合いが長いか短いかによってその出てくる数とか、まあ、一番くじとかプライドもそうなんですけども、それに応じてクオリティだったりとか出てくる数とかっていうのもやっぱり変わってくるかなというふうに思ってます。ですのでいろいろ出てくるフィギュアの中で言うと、人それぞれね考え方とか見方っていうのは異なってきますし、プライズフィギュアのクオリティが嫌だっていう人もいれば、一番くじフィギュア顔が良くないとかね、まあ、そういった中で個人の見解いろいろあると思うので、まあ、そういったことを踏まえていろいろ見てこのフィギュアだったらいいなっていう、まあ、煉獄さんのフィギュアで言うと、まあ、いろんなメーカーさんだったりとかいろんなプライズ一番くじとかからいろんなパターンが出てるので、その中で自分はこのパターンが好きだっていうのを、まあ、選別していただいてゲットしていくのがいいのかなと思います。全部欲しいっていう気持ちはすごいわかるので、まあ、それはそれで、まあ、ありだとは思うんですけども、さっきお話した通り予算とかっていうのも多分あったりとかしますし、まあ、いろんな事情があると思うので、まあ、そういった中でね、冷静な判断でフィギュアを選びましょうというお話になります。はい、ということで今回の動画は以上となります。この動画が面白いと思った方、またまだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。